ぱり人相が悪いので、どうしてもこう睨んだりした時に、まあ、影とかできるように目を作っていくといいと思います。こんにちは、さやと申します。今回はリクエストをいただいていたほおずきの冷徹のほおずきさんのコスプレメイクをさせていただきました。どうぞご覧ください。今回はカラコンを入れていなくて、グレーを入れようかなと思ったんですけど、まあ直径がでかくて目がキュルキュルしてしまうので、あの女の子らしさをなくすために、ほおずきさんの三白眼をちょっと強調するために今日は裸眼でコスプレしています。テーピングなんですが、まあ頬のたるみというか、それをなくすのに上に上げるのと、あと目をつるのに細いテーピングで目をここ2箇所後ろの方につっています。眉つぶしをするのに、今回は剃らないで眉つぶしをしたんですが、その際にのり、スティックのりを使うんですけど、まあこれを使うのは眉毛 の毛がやっぱり立ってきちゃうので、それを平らにするためにこれをつけて、まあ、固めればつるっとなるので表面を滑らかにする。で上から、まあ、新しい眉ですとかないように見せるのに自然にするっていうのを、まあ、のりでやっています。実際眉つぶしっていうのも売ってるんですけど、のり100均で売ってるので、まあ、安いという。ただ肌荒れをしてしまう人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。でそれを塗りたくって、なるべくその毛の間にもグルーを塗り込ませるようにして最後整えます。毛流れに沿ってでもいいので整えます。それを乾いてからファンデーションを上からかぶせていきます。眉毛の上にまずマーシュフィールドのクリームファンデーションのオレンジを塗ったんですけど、まあ、クマとかもそうなんですが、青とかそういうの反対色ってオレンジになるんですね。オレンジとか赤系なので、それをして色を相殺させるっていうので、オレンジとか、まあ、赤のリップとかでも大丈夫です。それを塗ってから上から肌色のファンデーション塗るとより綺麗に消えます。でファンデーションとして、メインのファンデーションとして使っていたのがマーシュフィールドクリームファンデ N というものの11番のお色を使っています。一番白くはないんですけど肌色っぽい、もう日本人の肌に近いような色を使っています。で今回海綿スポンジを使って伸ばしたんですが、まあ、とても伸びがいいのと、あとちゃんと色が乗っかってくれるのでカバー力もあって、それを使わせていただいてます。でパウダーとしてマーシュフィールドのプルーフパウダーというものを使っています。まあ、ファンデーションをより落ち着かせるために上からトントンと叩くように塗ると一番馴染みがいいかなと思います。目の周りに、シャドウカスタマイズ、マジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズ RD422 というものを使って、まあ、際立たせるためですね。赤を使うのは目を際立たせるためにそれを入れています。ほおずきの目の特徴であるこのダブルラインみたいな線ですかね、それをワンデーマジックシークレットライナーというもので引いています。まあ、薄い茶色なので、他にもまあ当たり線ですとか、ここを目印にしたいという時によく使っています。黒のアイライナーで、先ほどのほおずきの特徴だったあの線ですね、ダブルラインみたいな線を、一番上まで引き切らないで目頭からグラデーションにしていくように引いていきます。それで中ですね、私の場合は奥二重なので目を開きながらここの内側を、目頭の部分を厚くして、さらに目尻部分も厚くするっていう風に描いてます。でちゃん見た時に、まあ、釣り目になるように、まあ、鋭角にして最後は止めます。で外側なんですけど、下の外側の3分の1ぐらいまで引いて、そこで終わりにします。でブラウンのアイライナーなんですが、これを下ですね、ここの際に入れると強い目になるので、ここだけ入れます。でここを黒にしてしまうと逆にがっちりしすぎてしまうので、なるべくここは色を変えてやっています。
で黒目の下の部分だけは少し空白を残しています。キャンドゥという100均に売っているクレヨンタッチミーカラーアイライナーの、ピンク赤なんですけれど、これを目尻側ですね、上まぶた目尻側、私の場合はその奥二重の幅に合わせて引いて強調させています。であと下の3分の1ぐらいですかね、ここを沿うようにアイラインの上からではなくアイライナーの外側を引くように強調させて入れています。メディアのアイライナーペンシルブラックですね、これで眉毛を、ここかなっていうところに軽く当たり線を引いておきます。で中もちょっと塗るようにして大体の形を見えるように、ただのりを塗ってる上に重ねたりするとペンシルなんでどうしてもよれちゃったりするので、優しくよれない程度にですね、できるだけかければ大丈夫です。ブラックのアイライナーで眉毛のちゃんとした線を描いていくのと、あと中をちゃんと染めていくっていうのをやります。でさっきの当たり線よりも外に出ないようになるべく描いていくんですが、先っちょの方ですね、この上の先っちょの方だけはペンシルできちっと描いた方がキリッとした感が出ていいと思います。次にセザンヌのシェーディングなんですが、ここの顎のラインですね、どうしてもやはりショートの人なのでここが見えてしまうので、ちょっと見えた時にあまりのっぺりしていてもかっこ悪いかなということで私は入れています。セザンヌのハイライトを入れているんですが、あれ実はパールが入ってて本当は入ってないやつの方がいいです。それで私ここの鼻の先だけ入れるようにしたんですが、ここ全部に入れると全体的にこう高い鼻の高いスラッとした人になってしまうので、今回ほおずきさん本当にアジアな感じなので鼻先だけ、私が鼻が低いのもあって鼻先だけ強調して入れるようにしています。リップについて、フェイスザリップスデュオというもののピーチベージュを使っているんですが、これは唇の保護目的なのでそんなにこだわらなくていいと思います。自分の持ってるもので、ただグロステカテカしてしまうと女の子感が出てしまうので、私の場合は後でパウダーをのせて落ち着かせています。もともとマットのやつだったら普通のベージュだけでも大丈夫だと思います。でその口に押さえたパウダーはマッシュフィールドのプルーフパウダーを使わせていただいています。で、ほおずきさんもエルフ耳なので、お子さんの時と同じものを使わせてもらっているんですけれども、つければ何でも大丈夫なので、それこそ水のりでもいいですし、まつげ用ののりでもいいですので、ただ角度とか、高さだけちゃんと後で調整できればいいかなと思います。で最悪もし耳持っててくるの忘れたとかイベントの時とかですね、その時はテーピングで速攻作ることできますので、あとは修正を入れていただければ多分大丈夫な分ぐらいにはなると思います。でテーピングで作る場合なんですけど、耳の先端ですね、この形になるようにテープを折ったりとかして耳に直接つけてもらって、その上からファンデーション叩いてもらえれば肌色になるので、できるんだったら不織布とかの方が一番乗りやすいのかなと思うんですが、それが代用の方法です一応、はい。最後ほおずきさんの角をつけるんですが、これ、プラスチックでできているので念のためのりだと取れてしまうので、まつげ用ののりでつけています。もし紙粘土とかで自作した場合は普通の糊でもスティック糊でも水糊でもつくかとは思います。最後の仕上げに、水糊でここの脇のウィッグの浮きをですねなくすために、頬とか、頬がダメな人は直接塗るのがダメな人は絆創膏でもテーピングでも一回貼ってからその上に糊を塗って貼っつけるといいと思います。
やはり浮きが出るとちょっと不自然な感じが出てしまうので、ここはまあスプレーで固めてもいいですし、糊で直接貼ってもいいですし、何かしら手を加えてあげると自然に決まります。私が、つけまつげの糊より水糊を多用するのは、まあ、剥がしやすいっていうのと、剥がす時に痛くない、あとウィッグについた時に濡れティッシュとかでさっと拭けるので、まあ、片付けが面倒くさくないということが一番の理由です。いかがでしたでしょうか。今回のほおずきさんのメイクのポイントなんですが、まあ、ここのダブルラインみたいな、この凄みを出す線ですかね。やっぱり人相が悪いので、どうしてもこう睨んだりした時にここに影とかできるように目を作っていくといいと思います。あとはまあ付け足してここの眉毛ですね、ここの先端のところにこうシワの線を入れてもいいと思います。ではお甲さんのメイク動画の方もありますので、ぜひチャンネル登録して見てみてください。バイバイ。